ケース53、夢の加速度。トモロリサーチがね、設立しました。ユーリア、探偵チームは修理屋さん、自分は空手道場、ドモンは達也と同じようなことをしたらどうだ。達也と綾瀬の特別な関係の始まり。綾瀬はプロレーサーを目指していた。心が少なくともかなり冷え切っていた達也の言葉っていうのは、綾瀬にとっては刺激になって、諦めんなよ綾瀬、自分の好きなこともどんな訳があってもな。タイムレッドとタイムブルーのコンビネーションプレイ、アクションが非常にかっこいい回となっております。綾瀬は運転代行業やってくんだよな、あと言います。達也は人の心をほぐすような、ね、力を持っている、そういうレッドであるっていうこともね、この話でよく分かったんじゃないかなと。タックとシオン、この2人がトモロリサーチにおいて非常にね、大切な人材であるっていうところの始まりのシーンでもありました。